古式ハネジネズミは、哺乳孔ハネジネズミ目、ハネジネズミか天狗ハネジネズミ属に分類される、哺乳類。ケニア南東部固有種体長23.5から31.5センチメートル。尾長19から26.3センチメートル。体重0.5キログラム。ハネジネズミ火災大種。電部の皮膚は分厚い。尾の先端は白い。全身の毛衣は、赤褐色や脳褐色。 電部の毛衣は黄色。黄色い電部によりあえて外敵に発見されやすくなり、それにより外敵がすぐに捕食行動に移るため、待ち伏せを避けることができると考えられている。加えて電部の皮膚が分厚いこともあり、外敵の攻撃を電部に向けることで致命傷を避け生存率を上げる効果があると考えられている。孔子の第一子がない。森林に生息する。 地表性で穴は掘らない。中高性で夜間は地面にくぼみを掘って幅1メートルにわたり落ち葉をシータスで休む。一つの縄張りの中には10以上の巣があり、捕食者に記憶されることを防ぐため毎晩異なる巣を使用する。単独もしくはペアで平均1.7ヘクタールの隣接した縄張りを形成し生活する。縄張りに同性が侵入すると追い払う。 侵入者に対しては激しく争い電部に噛みつくこともあるが蒸気のように電部の皮膚が分厚いため深手を覆うことは少ない。時速 25km の速さで跳躍することができる。遠くにいる外敵を発見すると尾で数秒ごとに地面を叩いて音を出し、これにより捕食者はすでに自分の存在を察知され逃げ切られてしまうと判断しを襲うことを諦めてしまう。 高果と隣接した縄張りにいるペアの片割れに捕食者がいることを伝えるためと考えられている。植生は動物食で昆虫、蜘蛛、ターシ類、ミミズなどを食べる。糞や前足を使って地中、倒木や石の下にいる獲物を探って掘り出し、捕食する。繁殖形態は体性妊娠期間は約42日。 一回に一頭の幼獣を年に4から5回に分けて産む。寿命は4から5年。生息地では食用とされることもある。分布が局所的であることに加えて、林業や農地開発、ヤギによる生息地の破壊、ノビによる獲物の減少、食用の採集、生息地への犬の侵入などにより生息数は減少している。ありがとうございます。